こんにちは、赤ちゃんです。今日はじゃじゃん、これね、IKEA で購入したんですけど、パフェクロスなんだけどね、今日はね、これを使ってコンビニの新作スイーツでオリジナルパフェ作ります。今回いろいろチョイスしてきたので、それで作りたいと思います。それでは、まず1個目。じゃじゃーん。これセブンイレブンの濃厚卵の濃厚卵のレトロプリンっていうのと、いいのがなかった新作縛りにしたら。新作縛りじゃなかったらもっといいの作れたんだけど、こちら、じゃじゃん、ニュー。セブンイレブン、いちごミルク、くずプリン、とろーり食感。はい。これ普通に美味しそうだし、パフェに良さそう。そしてね、もういいのがなくて、ラスト、これはファミリーマートの新作のアイスです。ザクザク。このね、チョコとバナナはもうパフェ感一気にアップするなと思って、今回はこちらで作りたいと思います。まず、一番下なんだよね。一番下はこういうレトロプリンとかが合いそう。コーンフレークとかさ、新作コーンフレークとかなかなか出ないじゃん。ちょっと難しそうなんだけど、これ作っていきまーす、早速。うわー、これちょっと普通にレビューしたいよね。こうやってクラッシュして入れる。おー、イェイ、これいいね。あ、いいぞー。え、下がね、スポンジになってる、これ。下スポンジです、これ。下の層が。いいね。パフェ感があっていいよ。お、いいじゃん。ほら、かわいい。え、待って。意外と3種類でもいい感じ。今回200、400円。500円ぐらいかな。食べてみます。ほんとだ。昔ながらのプリンって感じの味してる。さ、どれぐらい入れるか、これ。こんぐらいじゃない？ちょっとこれ僕、パフェ素人。この周りを汚しちゃダメなんだよ。次、アイスのタイミング難しいな。新作スイーツが想像以上になかったから、新作縛りあんまあれかも。このアイスをちょっとね、砕こう。ここの袋の中でこうやって砕いて、クラッシュして、そしてアイスを開け、入れます。あ、どう？少し入れる、僕の。イメージ。はい、少し入れる。あ、結構茶色が多かった。はい、こんな感じ。あ、夏らしくていい。ミニオンって感じ。よし。そして、これです。ここでもう決まるから、パフェの可愛さが。よいしょ。では、まず、いちごソースがあるんだよな。むずい。いちごソースどかして、極力この部分。杏仁かな、これ。なんだろう。極力この白い部分を持って、白玉みたいになってる。いいんじゃない？いいんじゃない？これいいよ。最後にソースふわーってかけるから、層にすることがポイントだよね、きっと。パフェといえば。そしてこれをもっと粉々にして、敷き詰めたい。よし。でアイス乗っけて、最後もう一丁アイスいっちゃって、全部いっちゃって、アイスの出し方おかしい。アイスの出し方が、よいしょ。あ、いいじゃん、このさ、丸めた感じにすると、丸い形のアイス、ほら、乗っけるじゃん、パフェの一番上に。ああいう感じにしたい。アイスの出し方独特。アイスは盛り付けって感じでさ、半分アイス盛り付ける感じで、こっち半分にソースとこれを、いきます。いいんじゃない？うわ！ 3 個でちょうどいい量かも。うん。という間に完成。じゃじゃーん。ちょっとアイスで曇っちゃったけど、ほら、いいんじゃない、これ。アイスさ、こういうのね、ほらあるじゃん、パフェ。え、最高に良くない、これ。最高にいい。アイス、トッピングアイス、めちゃくちゃ美味しそうにできた。やばい、これめっちゃ美味しそう。上から見て、ほら、美味しそう。すごい。え、驚き。イメージより驚き。え、完璧にパフェ。それじゃあ、いただきます。パフェってさ、高いじゃん。え、作れちゃった。では、いただきまーす。うん！チョコバナナアイス最高にいいかも、これ。ちょっと全部ミックスで。美味しい！めっちゃ美味しい！嘘！このくずプリンってやつがね、杏仁豆腐みたいな感じかな。もったりしてる。そういう食感もね、パフェには最高。で、プリンもあって。プリンとチョコバナナもめちゃくちゃ相性いいし、チョコバナナアイス美味しいな、これ。
美味しい。新作なので皆さんよければぜひ。あのね、プリンに下に薄くスポンジあったのがめっちゃいいよこれ。うん、めっちゃ美味しい。100、180点。みんなに食べてほしいなこれ。うん、ちょっとコンビニ縛りでパフェも作りたいな。パフェにアイスやっぱ外せないかもこれ。いちごソースもやっぱいいね。バナナとの相性も全然いいし。うん、待って、めちゃくちゃ美味しい。お店だよこれ。お店お店、ほらすごい美味しそう。美味しい。さあアイス2層目に突入。うん、最高。うん、これは最高。待って、いろんなパフェ作りたくなってきた。僕の大好物パフェだ。スイーツ界のトップはアイス、シュークリームだったけども、パフェが全部入れれるもん。パフェって好きな食べ物パフェですって言ったら強くないもん。何でもパフェっていろんなスイーツの融合体、いや3種類の融合めっちゃ最高に良かった。やっぱさ、新作縛りだったから味の統一はね、なかなか種類がなかったからできなかったんだけどさ、美味しい。めっちゃ美味しい。多分ねこれ全体的に美味しいって底上げしてるのチョコバナナアイスかもしれない。もうパリパリのチョコ入ってるからやっぱチョコ外せないかも。今回黄金比だ。アイスは最高だった、チョコもやっぱ必要、プリンも最高だし、いちごのソースもいい感じだし、あ、パフェあるある。そこがプリンだからちょっとプリンゾーン。うん、あとさ、プリンにスポンジもついてるし完璧じゃない。今回これ第2弾あったとしても第1弾はもうかなりのランク。180点。美味しいこれ。うん、このパフェグラス良くない。これだけでだいぶカフェ感、パフェ感もアップしてる。スイーツ3個食べたことになるからね。うん、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。誰が何と言おうとしてもパフェ完成です。これはさ、各コンビニで最高のパフェ作ったりさ、いろいろ企画の幅が広がるのでまたやります。今回新作のスイーツも紹介できたんだけど、チョコバナナアイス美味しかったので、ファミマぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。美味しそうとかかなりレベル高くできたので、すごく上手にできたと思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。そして第2弾もね、いろいろ考えれそうなので、また思いついたらやります。バイバーイ。パーフェパーフェ。うわー、踏んづけた。踏んづけた。プリンついた。ひーやー。